ヌグリスンビラン FC は、マレーシアヌグリスンビラン州スレンバンを本拠とするサッカークラブである。1923年設立。旧名は、ヌグリスンビラン FA すなわち、ヌグリスンビラン州サッカー協会のクラブであった。マレーシアのサッカー誌の書籍にある当時93歳であった、オースティン・セネバレーズへのインタビューによれば、1923年に設立され、 ヌグリスンビラン FA はシンガポール FA とマレーシアカップで対戦したという。その後、1940年代前半には多くの大会を制した。2009年11月7日にはブキットジャリル国立競技場でケランタン FA を3-1で下しマレーシアカップを61年ぶりに制覇した。2010年10月30日には再び、 ケーランタン FA との頂上決戦となったが、シャフライン・アブー様が早々に PK を打ち込んだにも、かかわらず1から2で敗北した。2011シーズンの初めには、名監督である、ワンジャマワン・ハッサンが辞任した。そしてこの年は、モハマド・アズライ・コリアブドゥラー監督の下マレーシアカップに挑み、トレンガヌ FA を破って、再び頂点に返り咲いた。59分に、 アシャー・リシャムス・ギンに点数を入れられたものの、クナンラン・スブラマニアムが81分に1から1に戻すと、ハイルリン・オーマルが85分に決勝弾を打ち込んでの逆転勝利であった。2021年1月、クラブの新しいロゴを公開し、ヌグリスン・ビラン FC として活動していくことを発表した。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、 ありがとうございます。